注目。ゆっくりしていってね。さて、今回も前回に引き続きマスコミと政治の癒着問題について解説していくぜ。ところでマリサ、コメントでパート表示にするなら最後はラストとかつけてほしいって要望あったようだけど。それなんだが、もともとパート表示にしたのはこれまでの表示だと時事問題に対応しにくく、続報があってもその前に後編とやってしまうと続きとしてやりにくかったからなんだぜ。なので、ラストとかやってしまうと結局同じ問題が出てしまうから、その点だけ了承してもらいたいんだぜ。まあ、今回みたいに過去の事例を掘り下げるだけなら、いつ終わるかは自分で決められるけど、時事問題だとそうもいかないってことね。まあそういうことだぜ。なので視聴者さんたちはちょっと不便を感じてしまうかもしれないが、その点を踏まえて生温かく見守ってほしいぜ。というわけで本編へ行くぜ。それで、前回のパート1は予備知識編で、今回のパート2がこの問題の本編なのよね。そうだぜ、前回はあくまで自業自得と世の中の変化の読めなさで2008年から2009年にかけてマスコミ業界は大幅に収入を減らしたってことを解説したが、今回はその危機的状況でマスコミ業界がした選択についてになるからな。それでタイトルのマスコミと政治の癒着につながるわけね。まあ、当時の状況を知る人はこれで大体どんな選択をしたかピンとくるとは思うけどな。それでだ、2009年に入ると、何やら不穏な情報が出始めたんだぜ。例えばこれな。この J キャストの記事にもあるように、リーマンショックなどで不景気を迎えた企業に政府が公的資金を投入するって噂が出始めたんだが、印刷や出版、テレビ局も浮上するという見方もある。という話がちらほら聞こえ出したんだ。ちょっと待って、普段自称とはいえ、権力の監視者を宣言しているマスコミ業界が、政府から資金援助をしてもらうってこと？おかしくない？そう、おかしいんだぜ。しかもな、後で説明するが当時の麻生政権に対して、マスコミは前者がほとんど難癖に近いレベルのバッシングをしていてな。とてもじゃないけど援助をしてもらえるような状態ではなかったんだぜ。じゃあなんでこんな話が出てきたの？まあ、それは後でな。それでだ、本来、権力の監視者を公言しているなら、こんな話は全否定するのが普通だよな。まあ、人並みのプロ意識とプライドがあれば普通は拒否するわね。それがなこの2009年8月の毎日新聞の記事を見てもらうと、なんかジャーナリストが日本では社会文化政策として新聞ジャーナリズムの公的な支援論議はほとんどされてこなかったが、今こそ始める時ではないか。とか、欧米の政策を参考にした税制上の優遇や、教育文化政策の一環として、ジャーナリズムの社会的な重要性を学ぶためのカリキュラムを強化したり、義務教育が終了する15歳おきに新聞の1年間無料配布を検討してもいい。年500億円で足りよう、なんて書いているんだぜ。は？ちょっと待ってよ、公権力の監視を宣言しながら公権力から税金で援助してもらうの、あまりにも厚顔すぎない？これ、他の新聞社から当然叩かれたのよね？不思議なことに一切叩かれていないぜ、当時叩いていたのはネットだけだな。でも当時マスコミと麻生政権は険悪だったのよね、どういうこと？険悪どころか、マスコミの報道はほとんど嫌がらせレベルだったぜ。でな、この毎日の報道の日付が2009年8月24日ってことを覚えておいてほしいんだぜ。実はな、2009年の8月30日に第45回衆議院議員総選挙があってな、マスコミ業界による徹底した麻生政権バッシングで、自民党の敗北と民主党の勝利がほぼ確定していたんだぜ。ちょっと待って、じゃあもしかして政府によるマスコミへの資金援助って、マスコミ業界が民主党を勝たせて実現しようとしたってこと？でもこれだけじゃ証拠として弱くない？他にもいろいろあるぜ。例えばこれな。記事では、マスコミ出身者は知名度があり票を取りやすいとか、党と候補者の利害が一致しているとか、自民党は組織政党なので、若い人は公認を取りにくい、とか説明しているが、もともと一つの政党に特定業種出身の候補者がこんなに集まることなんてこれまでなかったのだから、明らかに異常だぜ。
まあこれは確かに、マスコミ業界が前代未聞の不況に見舞われて、その時期の選挙で特定政党からマスコミ出身の候補者が大量に出てくるって、偶然、にしてはできすぎよね。だろ？しかもな、以前毎日新聞ワイワイ問題って解説しただろ？問題を起こしたのは毎日新聞デジタルメディア局ってところなんだが、2008年3月までそこにプロデューサーとして所属していた人物まで民主党から立候補していたんだぜ。うわ？さらにな、2008年から2009年にかけてのテレビや新聞の報道も異常としか言えない状態だったんだぜ。例えばこれな。ここでは産経の記事を例に出すが、麻生氏がファイナンシャルタイムズの取材でドイツを名指しして、景気刺激策の重要性について、理解している国とそうでない国がある。ドイツがそれに当たる、と批判し、それが国際的に問題になり、G20 に不必要な亀裂を生んだと報じているんだぜ。でもこれ、さすがに名指しはまずいんじゃないの？記事でも各国の温度差をいかに取りまとめるかが焦点だけに、取り組みに水を差すことにもなりかねない、と書かれているし。それが違うんだぜ。実はこの件、インタビューの全文が公開されていてな。これを読む限り、麻生氏はファイナンシャルタイムズからドイツの財政出動の方針について質問されたから、自分の立場と考え方、ドイツの立場と考え方の違いを説明しただけ、で、別に名指し批判なんてしていないんだぜ。でもこれを全てのマスコミが、外交上の失点だと大騒ぎしていたんだ。これってつまり、全てのマスコミが火のないところに放火していた、ってこと？そうだぜ。他にも有名な事例でこんなのがあるぜ。この記事にもあるように、マスコミ業界は麻生氏がホテルのバーで会合をしている件について、こんなところで毎晩飲んでいて庶民感覚がわかるのか、と批判していたんだぜ。それに対して麻生氏が何を言おうが、言い訳をしている、とさらに叩いたわけだ。いや、これただの飲み会とかじゃなくて会合でしょ。というかこれ、裏を返せばコンビニでお酒とおつまみ買って宅飲みしていたら庶民感覚がわかるってこと？年収1000万兆のマスコミの記者さんたちはそれを実践して記事を書いているってことかしら。なんか意味不明ね。そう、これ批判そのものが意味不明なんだぜ。ちなみにこの批判、読売もなぜか必死でやっていたんだぜ。首相が毎晩のように利用しているホテルのバーについては、哲学は変わらない。クールダウンには行く。首相周辺、とのことで。バーが良い、は今後も続く見通しだ、とか言ってな。これってつまり、マスコミ業界の幹部は会合するときにバーや料亭とかは使わなくて、6畳ワンルームか、あるいは公園でブルーシートでも敷いてワンカップと先以下で会合、でもしているってことかしら？でもマスコミ業界が当時やっていた批判の通りなら、マスコミ業界はそうしてないと庶民感覚もわからず記事を書いていた、ってことになるんだぜ。そしてこれだけでも問題なのに、こういうあからさまな報道を全てのマスコミが繰り返して民主党が与党になると、今度は庶民感覚の話がどっかへ消し飛んだんだぜ。民主党勝利後の鳩山氏の日常を見るとな。見てのように1回の食事で1人数千円から万単位の金額がかかる場所に行きまくっているんだが、なぜかこれをマスコミ各社は庶民感覚がない、とは叩かずスルーしていたんだぜ。え、これほとんど私的な食事よね？これが庶民感覚がない、と叩かれないのに、いろんな人たちと会合でホテルのバーを使うと庶民感覚がない、って叩かれるってことよね。ダブルスタンダードにも程があるわ。あからさまだろ。しかもそれだけじゃないんだぜ。これを見てくれ。9月12日に鳩山夫婦は映画鑑賞後に記者たちを引き連れてモスバーガーに寄ってな。それを麻生とは違う、なんて庶民的なんだ、と業界が褒めたたえるという、ものすごい茶番が展開されたんだぜ。うわぁ？いくらなんでも露骨すぎでしょ。当時のマスコミ業界の茶番のひどさは理解できただろ。こうやってあからさまな印象操作を行って、いかに自民党がひどいか、そして民主党が素晴らしいかを露骨に宣伝していたわけだが、その動機が何かといえば説明するまでもないよな。でも、マスコミ業界って今でも右肩下がりよね。赤字じゃないところはグレーな副業で赤字補填しているからだし、本当に支援受けたの？それな、おそらく民主党でのマスコミ支援は失敗しているんだぜ。え、もしかして何かしらの自浄作用が働いたとか？霊夢、思ってもないことを言っても白々しいぜ。
民主党ってな、所詮は自民党に勝ちたいだけの寄せ集めだったから。おそらく与党になってからずっと内紛を起こしていて、マスコミへの支援どころじゃなかったんじゃないかとオープン氏は見ているぜ。そうなの？今さ、小沢さんとか前なんとかさんとか、イオンさんとかチョクトさんとか、トラストミーさんってどうなってる？党から弾き出されたり窓際になったり、当時とは見る影もない状態の人ばっかだよな。そういえば？しかも民主党政権って、議事録なしの会議が山のようにあってな、内側で何をしていたのか今でもほとんど表に出てきていないんだぜ。ああ。いろいろ利害がぶつかって何もできなくなっていた可能性が高いってことね。で、結局政治と癒着して民主党をあからさまなプロパガンダで勝たせた割に、苦労に見合うほどの見返りはなかったんじゃないかってこと。まあ詳細はわからんから、裏で何かしら支援した可能性はあるけど、それは調べようがないしな。それでだ、マスコミ業界って今回の事例を見てもわかるように、自分たちが身を切ってでも状況を改善するんじゃなくて、外部の力を借りて生き残ろうとしているんだが、それは今でも体質が同じでな。去年マスコミはネットのフェイクニュースキャンペーンってのをやっていたんだが、あれ完全に逆効果になったんだぜ。というと？一連のフェイクニュースキャンペーンって、要するにネットはこんなに信用できません。それに比べて新聞やテレビはこんなに信用できます。って宣伝なんだが、今時ネットを利用しない奴なんてほとんどいないだろ？まあそれはそうね。それでいてマスコミ業界はフェイクニュースを報じまくって訂正すらしない事例が多くて、それがネットで指摘されるってことを繰り返しているわけだが、結果どうなったかというとな。この日経の調査を見てもわかるように、若い世代ほどマスコミを信用しないって数字が出てきているんだぜ。でもこれ、若い世代はテレビを信用するって数字を出したところもあるわよね？それな、おそらく質問の仕方が違うんだぜ。アンケートなんて、ちゃんとした統計学に基づかない限りいくらでも結果を操作できるしな。それなら、この日経の数字だって信用できないんじゃない？これ単体ならそうだろうが、ここで重要なのは他のデータと照らし合わせてみることなんだぜ。ここでは2018年の野村総研による調査を参考にするが、まずテレビの視聴時間は年々60代以下で減少傾向にあるってことがわかるぜ。年齢が若くなるほどテレビを見なくなっていっているのがわかるわね。次がさらに興味深くてな。商品を購入する際にどこを参考にするかって質問で、テレビは激減後現状維持、新聞は激減し続けネットは増え続けているんだぜ。6年でここまで違いが出るってすごいわね。この数字を合わせると、若い世代になるほどマスコミを信用していないというより、相手にしていないってことがわかるわね。そう、で政党支持率でも若い世代になるほど自民党支持が多くて、マスコミ報道と正反対の傾向にあるってことも見て取れるぜ。そしてここからさらに面白いことがわかるぜ。もったいつけてないでさっさと言いなさいよ。まあまあ、落ち着くんだぜ。要するにな、マスコミは2008年から2009年にかけてと同じ大キャンペーンを現在行っていて、もう一度与野党逆転を狙っているが、60代以下から相手にされていないのでまるで効果がないってことなんだぜ。え、マスコミ業界って2009年の選挙の時と同じことを今やってるの？明らかに立憲民主党と組んでやってるぜ。ただし、10年前があの有様だったせいなのか、まるで業界の足並みが揃っていないから、じっくり観察しないとわからないって程度の効果しかないけどな。まあそりゃ効果が疑わしいんじゃ二の足を踏む会社もあるでしょうね。結局な、マスコミ業界ってイデオロギーよりも、金、なんだぜ。当時読売や産経まで何とかして民主党を政権にしようとしていた、のも、露骨に K-POP ゴリ押しをしていたのも、業界が体質改善をするより目先の金で問題を解決しようとしたことが最も大きな原因なんだぜ。もちろん、これはマクロレベルでの話で、個人や特定の集団レベルでは政治的な意図で利害そっちのけで動いていた連中もいるけどな。そして今も同じことを繰り返し続けた結果、60歳以下から根本的に相手にされなくなりつつあるってことなのね。そういうことだぜ。そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。今回は長くなりすぎたのでおまけはありません。また来週。